さしゃはー、立つ判定へようこそ。本日はですね、麻婆茄子のアレンジでトマトと玉ねぎを入れた夏野菜麻婆というのを作っていきたいと思います。それでは美味しいと思うので頑張りましょう。リッツクッキング。本日のメニュー、夏野菜麻婆でございます。はい、それでは完成しました。本日の自家製トマトの夏野菜麻婆です。はい、ね、お家で採れた手作りトマトをなんと麻婆にしてしまうというちょっと贅沢なんじゃないのという一品でございますが、茄子は作ってないです。茄子は買ってやるです。はい、ちょっと食べていきましょう。まずね、茄子からでしょう。一応麻婆茄子の派生という料理なので、はい、茄子ちゃんをタレに絡めつつ、ひき肉もね、のせたいですね。いい感じにしみしみの茄子になっております。夏はね、茄子ですよ。麻婆豆腐作ろうかなって思ったけど、茄子の方がいいなと思って、夏だしで、思って麻婆茄子系にしてみました。玉ねぎもね、結構とろっていうか、くたっていうか、ね、結構最後にスープ入れてからちょっとグツグツと煮たので、結構野菜はしっかりくたっとなってます。はい、トマトちゃんもいい感じに柔らかく煮ております。熱いです。トマトは熱いので注意。美味しいです。なんかさっぱり食べれる夏って感じ。これはちょっとぜひ夏の一品にいいんじゃないでしょうか。でもさ、なんか一口目食べた時辛いのかなって思ったんですけど、玉ねぎが結構甘みを出しているので、いい感じに中和されて、こう玉ねぎの甘さと豆板醤の辛さがいい感じにファワワワワってなってるので、ちょうどいいです。はい、甘い爽やかのまとまってる、どういうこと。はい、甘さと爽やかさがいい感じにまとまっております。じゃあご飯はないんですけど、あんまり味濃すぎないので、ご飯絶対食べたいって感じにはならないです。これだけでも十分、なんだろう、ペロリと食べちゃう感じですね。この熱辛さ、夏のさっぱりした辛いのが食べたいなみたいな時にぜひ作ってみてはいかがでしょうか。リツクッキング。はい、では本日の材料です。茄子、トマト、玉ねぎ、甜麺醤、豆板醤、豆豉醤、鶏ガラスープ、片栗粉、以上です。はい、では作っていきましょう。まず合わせ調味料です。甜麺醤をまず大さじ1、で、豆板醤こちらも大さじ、豆豉醤、はい、小さじ1、あ、入れました。はい、お砂糖は醤油も小さじ1、はい、こちらも最後に使う片栗も最初にやっちゃいましょうね。大きいスプーン1杯ぐらいで、大さじ1ですかね。こんなもんですかね。で、水も同じ量を入れて混ぜていただきます。とりあえずこれで調味料は OK です。はい、では野菜を切っていきましょう。はい、このトマト見てください。これうちの庭で採れたトマトです。ちょっと見て、なんかお尻みたいな、ハートみたいな、ちょっと変なトマトですけど、はい、これも入れましょうね。いきます。ちょっとこれ初めて食べるんですけど、うちの庭のトマト、どうだ。おお、いいじゃない。トマトちょっと形は変ですけどね、めちゃ一緒なんでね。はい、トマトは串型に切ります。はい、ニンニクはみじん切りです。こんな感じでみじん切りにしていきます。はい、で、ナスちゃんはヘタを取りつつ、しじみちょっとナスはこんな感じで乱切りにしてあげてください。ナスはね、大きめが美味しいんじゃないかな。はい、こんな感じでナスは乱切りです。これで野菜は完成です。はい、じゃあ調理に移ります。はい、ちょっと煙が出てきたので火を弱めて、これを、はい、
早速ですけど、まず最初にナスを、あの油、結構多めの油でナスをですね、炒めていくのがポイントでーす。はい、で、ここにナスを入れる。はい、ではここにまた油をちょりんと、まあ、大さじ1ぐらいでしょうか。ここにニンニクを入れて香りを出しましょう。すでに鍋は熱いので、はい、で今チューブ、調合チューブですね、ちょびっと。ひたすらを香り出ししていきます。これはニンニクを絶対に焦がさないように、ゆっくりやってください。で、まあちょっと馴染んできたら火をつけて、はい、ここにお肉ですね、お肉を。あ、ここに入れたら、先ほどのジャンを入れていきます。あ、ちゅ。次、玉ねぎちゃん入れていきましょうね。ほい。cc を入れます。で、鶏ガラスープの素、これ大さじ1ですね。大さじ1かな。はい、これがグツグツとなるまでちょっと煮ましょう。はい、いいと思います。はい、それでは、この水溶き片栗粉を、ちょっとまあ火を弱めつつ、水溶き片栗粉をシューッと入れて、はい、すぐにどんどん混ぜていきます。混ぜますかね。はい、混ぜながら火を通していきます。はい、では本日のメニュー、麻婆夏野菜、完成でーす。はい、ではこちら本日の自家製トマトの夏野菜麻婆です。美味しそう。リツクッキング。はい、それでは本日のこちらの夏野菜麻婆、本日は三ニッコリツです。はい、最近ね、リツちゃんが新しくなりましたからね。どうですか、新リツちゃんの感想をぜひお聞かせくださいませ。それでは他にも中華鍋編いろいろお料理やってますので、他の動画もよかったら見てみてください。チャンネル登録もまだの方はぜひよろしくお願いします。はい、ではまた、ザイゼン。リツリツ